はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、新春パワーアップ祭りみたいなやつ、第4校目ですね、バンプ高校やっていきたいと思います。ちなみにですね、天才確定会ではありません、もうボロボロだったんでちょっとボツにしました。なので今回は天才の入部届、そして招き猫ね、持ち込んでます。やっぱ招き猫がないとね、完走できないんだよね、イベントが。で、まあ、ボツ動画になったやつ、金徳2つ落として、かつ、地方大会1回戦負けだったんで、もうこれはダメだということで、ちょっと完全ボツにしました。で、イベント完走できないってことは金徳を落とすんで、金徳落としてまで大丈夫博士で基礎能力上げるかって言われたら、なんかちょっと微妙なところがあるよね。イベント数もう少ないキャラばっかりにして、招き猫なくても完走できてっていうのであれば、まあ、基礎能力がただ上がるだけなんで全然いいんですけれども、どうにもこうにもやっぱりね、普通に組もうとするとなかなか完走できないことが多いので、ちょっとそこが微妙かなというところはあります。で、編成の方なんですけども、まあ、全然関係ないけども、前回のボツ動画と比べてだいぶ変えました。この編成ダメだということで、今回組み直してですね、まず PSR プラゴのちーちゃん完全覚醒してますね。お借りしてます。まあ初仕様になります。ミート上限アップがついていて、練習効果アップ 30% に、潜在能力として精神ボーナスが10ついて、練習効果アップ20がつくんで、練習効果 50% ですね。これすごいよね。単純にタック 50% と一緒なの、わかんない計算式は。っていうようなイメージがあります。で、あとバンプは甲子園優勝すると確率で金徳が手に入る仕様になっているので、手に入るかもしれないし手に入らないかもしれないということで、そこに特攻キャラを入れると、金徳の、取得の可能性が上がりますということで、特攻キャラキャストオフナイトメールさんを入れてます。あと独身術つけて、守備上限アップを、つけていきます。で、守備を直接上げるナッチ、まあ、ナッチ入れてるのはあともう一つ理由があって、キャストオフナイトメールさんの得意練習が肩なので、少し肩を、多めに入れようかなと思ってジェントル篠ノ目くんも入れてます。で、女の子多めなのは、魅了で経験点を稼ぎやすくするために女の子を多めに入れてますというところですね。まあ、ちょっとこれでやっていきましょう。さて、メンタルナイトメールさんで、監督評価もここ気にしないと、そのなんで地方大会1回戦負けしたのかっていうと、監督評価が足りてなかったんですよ。でスタメンになれなくて、まあ、そのまま負けてしまったという経緯があるので、ちょっと監督もね、終えるときに追っていきたい。ミスタちゃん、ここ結構でかいよな。体力回復してくれるからね、やっぱり。でもなんかそろそろ、なんだっけ、あの子、はるかちゃんが来そうだから。それで結局体力回復できるんだよね、ナッチか。まあ、問題はない。どうせ次出てくるっしょ。あと金徳関係に関しては選べないんで、自分で選べないんで、何が来るかはわからないんですけど、ちょっとここは監督でいきます。あ、普通に経験点高かったね、やっぱり。あの恐怖の満塁男が来るかもしれないし、あ、天才になった。アンダー製造機が来るかもしれないんで、そこら辺かぶった時には、まあ、別の金徳を取っていきましょう。千丸はつかなかった。で、もう2回くらいの練習か。まあ、ここは評価でいいかな。で、ちーちゃん久々だな、精神くれんだ一応。で、次だね、次が極限になるんで、ここはなんとなくだけど、まあ、魅了でもいいかな。魅了になる可能性が高いというだけで魅了になった。はるかちゃんいたらはるかちゃん魅了しよう。ここはもう吸血をしていきます。佐伯さん、内藤さん、女の子は2人。どうしよう、監督今魅了してもしょうがないからね。じゃあどうせだったら2人というか3人、篠ノ目もついでに。猫の恩返し、これどんなイベントだったっけ。
飛び込むと体力減るけどチャンスか、体力最大値も上がるんでちょっと飛び込もう。そのまんま一応メンタル、あー、はるかちゃんいるね、やろう。寝てもいいかなと思ったけど、精神にはるかちゃんがいるんだったらはるかちゃん。あれイベント経験って高くね、高くなってる。監督もちょっと上げられるから上げとこう。まあ他の人も評価上げは必要なんで、でリミッターを外せ。これはどっちだっけ、見てみたい。でパワーが必要なんだよね、まあ、もう一回進んだらちょっとパワーを気にしだして、でコツはコツで、まあ、もらっておきたい。吸収粘り打ち、パフェ回復しよう、ありがたい。あーちょっと早くないか、これもう絶対成功しないよ。でこれは覗くか、だってどこまで上げられる、パワーとか超低いし、 E がギリギリだね。もうしょうがない。肩、佐伯さんとちーちゃんがいるんでそれなりに稼げるね、ワンタックだけど。てかはるかちゃんの評価上げていきたい。マジで魅了したい。肩2人ここにしよう。強化で11月の1週からあれが始まるから、ここはなんかちょっと寝る、どうせだったら経験点取れるときに取りたいからね。もう1回やっても大丈夫、メンタル大丈夫なんだよねこれ。メンタルやろう。何なのか吸収か微妙だな。でここは誰がいいんだろう、内藤さん入れてるから、なんとなく強奪になった。あ、いや強奪しよう。さて強奪に関しては練習レベルが依存してくるはずなんで、もうメンタルの方が高いよね。誰がいる、あ、ナイトメールさんいるじゃん。ちょっと確認しよう、コツを。パワー比衝撃窮地ムードか、体当たりじゃなかったわ。じゃあムード確認してよかった。パワーヒーじゃ3でいいよね。粘りムードよし、こっからじゃパクりますか。はい、えっすらとかなんやねん、いかれてんなこれ。経験点敏ショート技術、さてここからはるかちゃん上げていく。ナッチもまだ乗ってないんで、でここは体力を回復してくれる。あとねデートを早めにできるようにしとかないと調整が効かないからね。デートで調整するっていうのは結構重要なんで、じゃあ普通に肩でいくか。精神足りっかな、肩精神理論だなこれは。いやでも佐伯さんとかね精神練習できるからね。でちーちゃんとかも精神ボーナスついてるんで、いない強化で色もちゃんと5色揃えていきます。で7個オーブを揃えた時にこれ何、ちょっと待って、お、モテモテ確定がある、これにしよう。モテモテになった、やったぜ。モテモテになったけど悩みは尽きない、眠れない。よし精神、どうかな、ちょっとてかはるかちゃん、うわ18無理だ。なるほどちーちゃんいいね、モテモテになれるんだ。ちょっと早い時期に来てほしかったけど、これは肩でいきましょう。あれ何取ったんだっけさっき、ヘッスラとかマジ
クソみたいなものが来たかな。これって潰しておくべきなんだね。意外性ももう取っておこう。窮地とかだっけ。あれ初撃か。ちょっともう一回取っても大丈夫。強奪窮地。もう乗ったんじゃないの。ってかまた強奪だけど、ナイトメールさんはいいや。シノノメ取りたいな普通に。ちょっと経験って100くらい下がっちゃうけど、これはシノノメ組んでいこう。早急広角打法が欲しかったんだよね。で結局クリスマスは間に合わなかったんで回復をしておきました。さっき一応ダブルタックにはなってます。ちょっともうさすがに強奪はできないよね。お、とりあえずお正月には間に合ったか。お正月には間に合ったけど追加は発生するかな。一応もう OK。 そもそもいけねえじゃねえかよ。はるかちゃんね、やっぱりなかなか評価が厳しいところあるよね。 PSR にしちゃおうかな。どうしようかな、そこ悩んでる。45にはできないんだよね。イベント経験点が下がるんですよね。だから結果的に練習か。しののめくんはマジでコツをいただきたい。ここも安定の業者さん。これはもう無理だな。あれ、これっていけた。お、いけた。パワーカスだったけどいけたな。運が良かったね。で精神気にしていかないと多分これ足んなくなるね。そんなわけでコツをちょっとどんどん回収しつつ、精神取れるところは取っていこう。で教えてもらって、そういやもう早急ボットか、全部取らなかった。で読ませてもらおう。体力で次だね。次だからここやっちゃうとまた強奪になるんで、強化でもしておきますか。リサちゃんの強化とかね。でこれでナッチの金特化系が一旦終わり。早急ことはない。で吸血をする。吸血は人数単純に、ここが一番いいかな。精神取りたいな。精神95か。あ、ここがいいじゃん普通に。こんにちは。であとやんなきゃいけないのはジェントルの挑戦状。これは108守備職人。守備職人はもうコツ1で全然いいからね。早急もう20ましょう。安倍ひも3。意外に敏捷があるね。で守備職はもう取っちゃう。だからやっぱり精神なんだな。まああとパワーっていうか筋力も足りないけど、どう考えても。でミートをじゃあいけるだけ、いやいけるだけいくっていうか、守備力を本当にいけるだけいっとかないと。今回別に大丈夫は来ないんで、そんなに急いであげる必要もないんだけど、これ結構すごくない？普通にただの練習でこれか。でバレンタイン。うわ追加でくれねえ。評価が低いんだな。乗ってないんだよ。ナッチ呼吸は欲しいけど、ちょっとここかなり稼げるんで精神を23やっとこう。あ、補給は上限アップさせるわけじゃないんで今回で練習に付き合って、であとは1,2,3色でしょ。刺激と魅了はもう取ってあるのか。刺激と吸収か。
吸収は体力回復をしたいからちょっともう一回普通に練習して、カット強化多分大丈夫だなと言っても練習するあれがない。ダメだ、デートしよう。回復する。はるかちゃん評価低いな本当に。で2回目、で次多分練習すればあれかな、なるかな。どっち行くか、ちょっと精神だな。で監督評価はもう絶対大丈夫で、パフェで回復するから、てかパワーヒッター取っちゃったんだよね、そういえば。まあ1だからね。で死ぬんだけど、まだ1回練習ができるっちゃできるんだよね。経験っていうか少なすぎるんだけど。これメンタル吸収かよ。んこのあれだったら1回できるよね。刺激にしよう。じゃあここはちょっと刺激にしておきます。まあ、来るかどうかっていうのは分かんないけど、もう1回練習できるはず。これだったらどうだ。おいいね、いいねっていうか、あ、なんか来てるね。ちょっと見よう。打撃大輝さん、ナッチだったら打撃だな。吸血4ターン。さあ来い。1人変わってねえし、ナッチさっきここいたよね。まあとこれでどれだけタックが来るかっていうか、まあちーちゃんなんだけどね。鎧の秘密、これなんか人気者とかになれたよね。インタビュー、体力も上がる、精神ももらえる、はるかちゃんもいる、2人。よし、このままずっと吸収できたいんだよな。で4回はいけるよね。ひたすら佐伯さん、いいね。精神22、精神くれ。よし、評価上がった、やった。ここが今度は吸収にしたいけど回復するんか。残り2回、最後に吸収持ってくるか。無難に魅了とか無理だよな。ちょっと守備力を上げていきます。99で補給はもう少ないね、しょうがない。それはで臨床も足りてない。てか全体的にやっぱり経験点が不足してるな。どうしようかな、ここも一回吸血しちゃおうかな。大丈夫は大丈夫なんだよね。あの絶対全部やんなきゃいけないかって言われるとそういうわけでもないんで、ここが割と取れるね。まあ、技術か、技術はいいんだよな。だったらちょっと筋力敏捷に振っておく。あ、100ちょっと、そうだよね、一回ちょっと取っちゃおう。ここは強化で、で下手に出る。でいいんだよね、これ別に変わってないよね。一応確認しよう。ちょうど今開いてるんで、そうだよね。でこれは何がいいんだ、一応入れてるから内藤さん。でコツ、はるかちゃんがいるけど、まあデート進めるのもいいかな。デートを進めつつデートの進行具合上げて体力を減らして吸収へ持ってくだ。ここは回復しない、一応タックは見ておく。あ、篠宮くんコツは欲しい、やろう。よし、降格だ。ほう、素晴らしい、一緒に読もう。佐伯さん
とかどうしよっかな。無難に被らない方向で進めていくか。よし、思いも受けて。テストはわからない。頭は悪い。で、次が回復するんだよね。どうしようかな。一回ちょっとナッチ、一回ナッチで回復して、次吸収が来るやつで練習すれば吸収で迎えられるかな。お水回復した。あんまり回復しないで欲しかったけど、まあ、そもそもここで吸収が来るかどうかだからね。来ない。吸収がそもそもない。じゃあどうする。一回出かけよう。4回目。ここで体力は回復する。一発逆転。これはなんだ、どっちなんだ。優しく教えてほしい。ゲ、ミートコツもらえるんだ、成功すると。それすごいね。でもあんな製造機は今ちょっといいや。あ、下もあれだね、もらえるんだね、ミートコツ。じゃあ分かりやすく教えてもらおう。アンダ製造機はまだ新アンダ製造機はないんで。よし、かなり掴んだぞ。これすごいな。で、これ一回練習できるっちゃできるね。吸収全然来なくね。未了にする。コツはもう正直いらないんだよな。練習レベル3っていうのはあるか。練習レベル3でいくつ取れんの。324か。まあ悪くはないね。佐伯さん全然コツ掴んでないからな。じゃあいっか、やろう。待って、その前に経験点的に弾道は3にしておくでしょう。いや、やっぱり精神足んねえわ。ちょっと吸血で打撃で衝撃盗塁。誰新田誰やねん本当に。これわけわかんねえやつからコツを吸収するからな。で、本当にもうここは吸収にしとかないと経験点がもらえない。いや、金徳がもらえなくなるわけじゃないからいいんだけど、これどうしよう。明鏡獅子にしよう。ちょっと重いけどしょうがない。安全を取る。肩、精神。俺は精神だ。今は精神ポイントが欲しい。打撃、佐伯さんか。精神が欲しい。はるかちゃんはあと1回だから、一応調整は全然効くよね。吸収とかほんとないな。はるかちゃん評価足んねえ。ミートもじゃあ一方あげられるだけあげとく。101102。精神が全くなくなった。で、篠ノ目くんか。広角打法って精神5必要なんだけど。でもあとなんか欲しいのあった。もういらない気がするんだけど。そんなわけで、まあでも、いや、ちょっと怖い。はるかちゃんやっぱ怖い。あげとこう。最後のデートで行く気がするんだけど、別に数えてるわけじゃないから、ここ吸収があったら、あ、これ吸収にしよう。で、次吸収する。はるかちゃんのデートはあと1回だから大丈夫なはず。空デートが来るかもしんないけど。俺4番って言ってた。ナイトメールさんの方がいいんじゃねっていう気はするけど。まあいいや、指名してくれるんだったら。よし、もう体力がないから吸収しよう。
体力をよこせ。330点、426点。これなんで3人。いやでもまあキャラが3人いるからってこと、まあ、もちろん体力もね少ないっていうのはあるけど、で次はるかちゃんとデートしないと厳しいから。敏捷全然使ってないな。ただ敏捷って結構金徳で使うんだよね。そもそも挑発もあれか、挑発って誰からと。あ、そうか、ちーちゃんか。吸血の打撃、筋力敏捷、伝説のさよなら男で経験点ゲット。5つの属性すべてを極めたんで77点。77点ってどういうことで、あとはまあまた練習しつつといったところだけど、精神ポイントが足んないな。精神くれたらかなりでかかったんだけどな。ここ3で掴んでほしいよな。 OK、 さすがだ。精神ポイントも70出るって、これは賄えるな。ダンジョン高校、クロセーラ解放のためにやりたいけど時間がない。ダンジョンはもうマジでめんどくさいし、そもそも編成覚えてないしっていう。幻影教師数高っ。洗礼の一撃が衝撃あるからだいぶ安いけど、で独身術、うーこれ幻影教師数でめちゃ使うな。本類性化もないからね、骸骨が。やっと取んなきゃいけないの。さよならは技術系か。広角はちょっと取っとこう。意外に技術が足んなくなってきたね。このままね甲子園も優勝しなきゃいけないっていうところが少し辛いけど、佐伯さん、いやこれはもう精神と技術だ今は。で吸収とかもねうまい具合に点数稼げるようであればやっちゃっていいと思うんだよね。よし、これで新力さん時間がやっぱりでかい。おお、ここでダブルタックが来たか。精神だいぶ稼げるね。やろうで魅了、女の子の数次第だな。女の子を魅了する、それが俺の得意技。さあ魅了の時間だ。女の子よ我が元へ集え。2人1人、みんな散らばっている、逃げられてる。まあいいや、魅了でいこうか。最後魅了しよう。魅了こそバンプ。はるかちゃん、まあ、別に2くらいで大丈夫なんだけどね。あの星が溜まってれば、あの評価マックスじゃなくても経験点自体は全部もらえるんで、そこは大丈夫。ちょっと敏捷が余ってた。勝った、やべえ。せめて B は欲しい。てか基礎能力も低いな、まあ、経験って今の段階で見れるけどね。どんくらいなんだろう。でやっぱりちょっと金徳を置いておいてる関係で少し経験点は残しとかなきゃいけない。何より補給もない。パワーは A にしちゃうか。じゃあ敏捷ももうちょっと使えそうな気はするけど、さあ今度こそ魅了の時間だ。ラスト魅了、減りも結構悪くない。1人2人0人1人、悲しい。120点取れるんだったらこれだよね。どう考えても体力ねえし、そもそも魅了しよう。はるかちゃんを魅了する。6060ってか技術精神が欲しいんだけど、それって何で関わってくるんだ。今回筋力とか取れたんじゃないですか。何で吸血したっけ、見てねえや。練習場所によって取れる経験点が違ってくるのかな。
そこら辺のねシステムをまだ全然理解してないっていう。でさよなら男はじゃあもう取っちゃっていいや。であと残ってるのは祝福も取ろう。霊強止水か、まあ、取れるね。骸骨ももらえるし。よし、とりあえず甲子園は優勝。さあその後一番やり掴んだ、やったぜ。3位、経験でくれ、あ、そっか、ここなんかくれんだっけ。アベレージヒッター取って守備職人取ったから一応打球伸び、技術は足りてないんだけど、まあ、取れるものを取っておきましょう。で攻めるんだったらまあ満塁男でもよかったね。ただちょっと今回安定を取ったんで9000万、やっぱり1万は超えたいよね。もう最近だと。なので明鏡止水取るでしょ。でまあ敏捷ポイントは結構いっぱいある、なんだかんだで。あとは総力も A にして、肩も A にする。あと残った技術精神ポイントでコツを潰していく。満塁男、なるべく敏捷は使わないやつがいいよね。でそうするとやっぱりあれか、打球の B1 個取っとくか。せっかくだから。で一発逆転もまあ取れるっちゃ取れるんで取ろう。で本当に技術精神を使うやつ、バント。バントしないかな。でも取れるものといえば、あ、連打が結構いいじゃん。でさらに盗塁アシストが取れる。お、使い方的には悪くない。補給 D っていうところがちょっと気になるけど、それはもうちょっと経験点不足なんでしょうがないですね。というわけで天才使ってギリギリ SS に届くくらいか。まあ、やっぱりねここら辺の高校だといくら強化されてるとはいえ、もうちょっと強化してくれないとなかなか厳しいところがありますよね。まあ、そんなわけで、バンプ高校ですね。やっぱりバンプ高校は女の子を魅了しましょうという、多分そんな見出しになると思うけど、別に経験点的には大して魅了で取ってないからね。これ男キャラがちょっと多すぎるとね、本当に魅了で取れる経験点が、でも知ってれば1人2人はやっぱどっかで取れるのか。まあ、そんな気はしてきましたね、まあ、今になって。だって練習のうちどっかに女の子がいればいいってことでしょ。じゃあどっかにはいるっしょ。固まらないけど別にいるところで魅了すればいいわけだから。まあ、そんなところですね。今回もご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。